カマイナス40かマイナス40の、描画カマイナス40は、ソ連のカモフ設計局で開発していたヘリコプターで、ある。カマイナス40は、1990年より、開発されておりより、小さなカマイナス27を置き換えるものであったが、1998年に、中断された。計画中止後カマイナス27の後継としては、ミノーガと呼ばれる新型ヘリが開発されている。 構成は、マイナ二 -27 と同様で、同軸メインローターと2つのエンドプレート垂直尾翼を備えていた。エンジンなど詳細は発表されていないが、同軸反転ローターは2機のクリモフ TVA-3000 ターボシャフトによって駆動される予定であったと、される。TVA-3000 は30秒間の応 a 定格出力が2 8 0 0ットで、 通常の通重量は1 2 5 0 0ラム最大1万4 5 0 0ラムの発揮が可能であった。また、か -27 と比較して、より経済的で信頼できるものになっており、デジタル式の電子機器や洗練された武装、装備を備えていた。特に新しい電子機器により不利な気象条件や、夜での運用も可能となった。武装は、淡水深500メートルで、 潜水艦を攻撃することができる A プレ -3、ウォータージェット推進魚雷や赤部 -250、PL 誘導爆雷を含むことが期待された。また2から5キロヘルツの周波数内で動作する新しい、パッシブその VRGB-16 から1を装備できた。か -40 は、か -27 同様に様々な役割を果たす。 ためのファミリー化を行う予定でその基盤を形成することを意図していた。そのため機体は、か -26 のようにモジュラー化されていた。派生型の一つであった民間型は、7000kg の貨物を吊り下げることが可能であると、されていた。ありがとうございます。